お疲れ様です今回はスティーブン・スピルバーグのちょっとお話をしましょうかまあ言葉としてはねスティーブン・スピルバーグは失敗とは避けられないものであり成功とは手に入れにくいものだっていう言葉を残してるんですよね、まあ、残してるって言ったらなんかお亡くなりになったみたいですけどもこのように出してるんですよまああのスピルバーグほどの人だからこそこれが言えるのかなと思うんですよねで何をするにも失敗ってのは絶対にあるもんだよとその失敗っていう沼を 通り抜けてその先にまたさらに沼があってその先にまた沼があってその先の先の先ぐらいに成功というねお城があるんではないかなっていうふうに私も想像するんですけども失敗を恐れる人っていうのはいつまでたってもそのゴールとあるねお城にはたどり着けないんじゃないかなと思います失敗っていうのはね必要経費であり失敗っていう資産なんじゃないかなと思うんですよ失敗という資産があるから次の一歩が踏み出せて そしてまた新しい失敗という資産にたどり着いてその資産を積み上げていって最後にね積み上げた積み上げた積み上げてお城の入り口にやっと到達するのかなゴールインって感じですよねうんだからその恋愛もね初恋がいきなりゴールインってことはあんまりなくって何回も繰り返していって失敗して最後に自分の恋愛の形にたどり着くのかなと思いますしそれがいつなのかわからないわけなんですよね で、常に恋愛っていうのは、相手がいるとも限らないし、いつかいなくなるかもしれないと。まあそうなると、一体、その、恋愛っていうのはね、ああ、あの人でもよかったかな、っていうふうに思っちゃったりする。そんな後悔もあるかもしれないですね。はい。まあ後悔っていうのは、失敗とか成功にか,かわらず、ずっとついて回るもんで、それも、行動前後悔と行動後後悔って言ってね、やって後悔することと、やらずに後悔することがあると。 で人生は一度きりなんでやらずに後悔することっていうのはもう取り戻しが効かなくってえ本当のこれはね、えー、深い後悔になるんじゃないかなと思いますけどもやってみたけどもダメだったっていうのはまああるところで諦めがつくんじゃないかなと思うんですよ。うん、俺はこんなことやってきたんだけどねうまくいかなくってねっていうのは一部こう誇り高く語ることができるんじゃないかなと東大に受験したんだけどいや落ちちゃってね ね、まあ単なる受験に落ちただけでもこのない東大を受けたけど落ちたっていうのはなかなかの箔がつくんじゃないかなと思いますね、うん、まあ小さな挑戦に失敗すればそれはそれで小さな喜びがあるかもしれませんすねまあそもそも挑戦に大きいも失敗もなくって第一歩なのか第100歩なのかっていうその違いがあるだけかなと思うんですよ。まあ、何かをすする時にいいつもも思いますけども やれば、まずはね、失敗、つまり何かに気づくだろうと私は期待するんですよね。失敗っていうのは、発見とか気づきって言い換えてもいいかもしれないですね。いろんな方が YouTube を始めます。夢と希望を持って始めます。でも、ほとんどの人いなくなりますよね。なんででしょうかね。誰かが邪魔するんですかね。YouTube のハードルが高いんでしょうか。そうではないと。失敗に怯えて、引き返してしまう自分自身の姿がそこにあるんじゃないかなと思うんですけどね。